周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私はここにあります沖電機工業株式会社を今から10年、山君はテニスの選手、昼休み会社のコートでボールを打つ、ある昼休み彼のサーブを誰も打ち返さなくなった。打ち返してくれよ、打ち返してくれ、打ち返してくれ、俺のサーブ打ち返してくれ、打ち返してくれ、打ち返してくれ、俺のサーブ。今から22年前の1978年、沖電機では経営危機を理由とした1350名の大量解雇があった。開放的と言われた八王子工場も一夜にしていじめと差別の職場に変貌した。激しい会社の攻撃の中で労働組合はあっという間に変質してしまった。田中さんは悩みに悩んだ末、組合の役員選挙に立候補して会社の異常なやり方を批判する道を選んだ。立候補すれば会社から追い出されるだろうと、そういうアドバイスをしてくれる人がいて、今会社から追い出されたらどうやって生きていけばいいんだという、不安というのはないわけないですね。しかしやはりその逃げたらきっと後悔するだろうと思ってね、それで役員選挙に出て、会社がやってることはやっぱ悪いんだということを、自分の口で大きな声で言ったわけです。立ち会い演説会の体験を田中さんの職場の友人が語った。田中さんはそれを歌にした。次は田中の番だった。空気が動いた。聴衆が振り返った。みな白い顔だった。静かだった。膝が震えた。人が自分に向かって流れてきた。その場に立ち止まっていれなかった。田中の演説が追いすがって聞こえた。足がおもつれた。会社からの報復は嫌がらせの転勤命令、そして解雇だった。撤回のお願い、田中に対する解雇撤回のお願い、愛民の解雇撤回運動を戦う人々の。田中さんの門前行動はこの時から始まった。当初は祈りと断食だった。そしていつしか好きだったギターを手にするようになった。田中さんはあらゆる手段で訴えた。人権という問題について話をされる方はたくさんいらっしゃいます。しかし今日本の大企業の中で思想信条を理由としてどんなひどい差別が行われているか、それが社会的にどんな意味を持っているかについて指摘される方は少ないと思います。私がおりました沖電機という会社で1000名以上に及ぶ首切り合理化がありました。解雇された人たちは裁判を起こし、職場の多くの人はこれを支援しました。ところが会社は誰がビラを受け取っているかをテレビカメラまで使って監視し、上司が一人ずつ呼び出しては繰り返し繰り返し脅かしを行いました。そういう中で良心を貫き踏み絵を踏まない人々に差別が始まりました。ある人は職場の親睦会を全員の署名を集められて除名されてしまいました。 PKO 法の成立などを見ていますと、これから国際情勢がどう変化していくか、その中で日本が戦争に加担し加わっていく可能性というのは否定できないと思うわけです。そういう時に利益のためには人間の尊厳を平気で踏みにじってしまう企業の体質と、そういう企業に操られている政治と、社会の成り行きに責任を持とうとしない長いものに巻かれ悪いことを悪いと言わなくなってしまう人々が企業の中でたくさん作られていることが、日本を戦争への道へ歩ませてしまう大きな要因になりかねない。私はそう思うわけであります。解雇された記念日である29日には毎月座り込み行動をしている。こんにちは。
職6ヶ月、次が解雇なので、まだあと4枚カードがある。私が一貫してここ20年近くにわたって株主総会で発言してまいりました内容は、1978年に沖電機でこの1350名の飛び切り合理化だったんですね、指名解雇を不当として葬儀が始まったわけですけれども、その葬儀を支援する人たちにさまざまな差別が行われました。出されたお金だというふうに思います。それはどこまで皆さんご存知だったのか、上の方にどこまで話が飛んでたのか、社長はそのことを知っていたか知らなかったか、社長が知らなかったとすれば誰が知っていたのか、そしてこのことによる損害をどう評価されているのか、いくらだと評価されるのか、その答えですね。今日はご回答申し上げました。発言おやめください。質問に答えなきゃダメでしょうか。質問に答えてない。損害額はいくらと算定するのか。答えなくていいんだぞ、質問すんな。答えなくていい、質問なくすんなしなくていい。質問に答えなさい。質問に答えなさい。質問に答えなさい。だから言われてるんじゃないか。退場願います。沖電機は本当に評価は低いよ。ねえだろうか、やめろ。暴力やめろ。暴力ではありません。やめろって言うんだよ。やめろ。なんでこっちに回してんだこれ。暴力は加えてません。暴力は加えてません。手を離せ、手を離せ。だから自主的に対処していただきます。ダメだ。退場は混乱いたします。ご退場ください。暴力はやめろ。暴力はやめろ。みんなこれ見てくれ。これこんなことやるんだぞ。沖電機は。それではただいまから、現在まだ質問してないよ。まだ質問してないよ。山梨投資安定させろ。まだ質問してないよ。生きるの示そう。100年前の人権ひどかった。戦った人がいたから今がある。今日は高く戦うこと、私たち示そう。民主主義の道路交通法の苦情で、だからどういう具体的には何が危ないんだって。門から私はこの沖電機に対して座り込みやってんだからさ。それは分かる。それはお前さんは理解してるから。で木下、あともうちょっと具体的な話してくれる。そのビーチパラソルがはみ出してる以外の話は聞いてないんだけど、それで木下に移動しろと言った理由は何なの？ちょっと松本さんはあの権限としては交通課として来たの。そう、交通課として。で上の方はどこまで知ってるの？交通課でやってんだよ。弁護士立ててさ、ちゃんとそちらの警察行くからさ。警察署長は知ってるわけね。ちょっと確認するけど。だからさ、ちょっとありがとう、聞いてくれてありがとう。話、じゃあとりあえず高尾警察署長によろしく伝えてください。そのうち挨拶に行くからって言ってたって。No, it's okay. Peace-loving people in Australia, and hopefully our two nations can help each other. I'm very happy to be here, Tetsuo, to bring you greetings from people who... I'm very happy to be here today, to support... You enjoyed your time there. Could you talk about that, please? I was hired as a machine engineer.I joined to the small Mandarin club. After I joined the Mandarin club, I made the Mandarin club big. Side are you on?